ようやくか。遅いぞ。アイ、案内しろと言われまして。なぜだ？だから面倒を見に来てやったんじゃないか。私にそんなものあるわけないだろ。さあ、手伝ってやろう。まあ、剣もほろろですね。失礼なやつだな、手伝ってやろうというのに。手伝うと言ったら手伝うんだ。この際です。お邪魔します。で、何をどうするんだ？泣いてちゃ分かりませんよ。はあ、結構量がありますね。これはますます手伝ってやらんとな。人間、諦めが肝心ですよ。よし、じゃあまず数学からな。篠宮さんは好物は後に残すタイプですか？ではたまには後に残してみるのもおつでしょう。うわ、素でトホホっていうやつ久しぶりに見た。逆ギレしてないでレポートを始めるべきでは。安心しろ、私がちゃんと教えてやる。そう、何が得意とか苦手とかあんまり考えたことないな。私はそもそも学年が違います。ダメとは何ですか。これでも教えるのは得意です。ほら、死後は慎む。また間違えた。やる気あるのか？おやおや、この感じ、羽が決まってませんよ。よそ見しない。そんなの自分で考えろ。過去にこだわるな。お芝居繰り広げてる間に問題解いたらどうですか？弱音は聞かん。じゃあ3秒で帰ってきなさい。
おやおや、もうダウンですか？じゃあここまでやったら休憩させてあげよう。来年になったらこんなのやらなきゃいけないんですね。でも来年ですから。泣いてますよ、ちののめさん。もうしょうがないやつだな。簡単だろうが、これぐらい気合で解け。スカタン。さあさあ、ちゃんとやらないと休憩させませんよ。どれどれ、確かめるから1から10まで数えなさい。さっさとせんか。何時ですか？よし、休憩終わり。10秒も休ませたじゃないか。しかもゆっくり数えて。グダグダ言わない。見せてみろ。よし、ちゃんとできてる。終わったんですね。やればできるじゃないか。よしよし。お疲れ様でした。どういたしまして。なんだお前たち、ぐったりして。だらしないな。気合が足りないぞ。ヘタレムシ。まあよくやった。寝てもいいぞ。寝たらダメですし、ののめさん。いいんですか？寝たら起きられませんよ。私は一度家に帰って、その上で学校に行きますね。はい、どういたしまして。それじゃあ、私も行くわ。何？よく頑張ったね。
ギリギリね。はい、後で見ておくよ。ひどい顔してんな。おっす。いや、実際ひどい顔色だし。凄まじい熊だな。あれ、東雲くん、これ、名前書いてないよ。名前なしは自動的に評価点ゼロだよ。気をつけてね。はい、じゃあ改めてちゃんと間に合わせて、偉い偉い。はい、じゃあ東雲くんと星見さんはいつもの教室ね。これはまた、いい顔で寝てますね。額縁に入れてみたいぐらいだね。私は飾りたくないぞ。僕も。それにしても、起きないな。呼吸、してますよね。バッチリしてるよ。むしろ、いびきがうるさい。では止めてみましょう。濡れたタオルはさすがに危険だと思う。冗談ですよ。真顔で冗談言うの、ソラちゃんの癖？たまに本気が混じっているのです。お目覚めのキスでもしてみようか。本気ですか？どっちに？どっちがいい？どっちにしろ、いけないと思います。ふふん、かわいい唇だね。いいんですか、その発言は。おお、ほっぺたもプニプニだ。案外、肉付き良かったんですね。あ、ほんとだ。えい、つっついてやれ。部長、せめてほっぺたにしてあげた方が。やれやれ。それにしても起きないね。おお、こりゃ凄まじい眠りっぷりだな。相当疲れてたんだろうね。でもそろそろ起こさないと。部活の時間まで寝てそうだ。確実ですね。かわいそうだけど、起こそっか。よし、ほら、起きろ。びくともしないよ。起きなよ、二人とも。そんな生優しいことじゃダメだ。では、どうしますか？こうだ。ほう、また意外なものを聞いてますね。すごい、大音量のヘッドホンかけられてまだ寝てる。こんなのどうかな。口にマシュマロ突っ込みやがった。おお、食
べてる食べてる。お腹は空いてるんだね。これどうかな。首筋にこんにゃく？階段じゃあるまいし。効かないな。ほにゃほにゃにゃ。それいけません。それは北斗さん、しまって。私の傘をそんなことに使うな。それにしても起きないね。なんだか挑戦されてる気分だ。この際古典的に行きましょうか。古典？お客さん、看板だよ。いや、いくらなんでも。それは起きた。なんだか屈辱だ。酔っ払いじゃあるまいし、起きんか、こら。あ、こっちも起きたみたい。ちなみに、決まり手は寝耳に水を垂らしてみました。うっ、爪に火でも灯してやればよかった。そりゃもはや拷問でしょう。おはよう。もうお昼の時間だよ。よく寝てたね。いや、大した根性だ。大いに不満だ。もう一度寝ろ。いろいろあったってこと。本当に聞きたいの？勇気あるなあ。夢も見なかったよ。熟睡だったね。起きたところに早速だが、今日も部活だ。お布団で寝たいな。私は伝えたからね。帰るんじゃないよ。スバルは？はい。よし。さて、もう昼休み終わっちゃうぞ。この列なんだ？外で食事にしようと思ったけど、ここでいいわ。
きい。私の分もお願い。細かいことを言うんじゃないの。後でおたちにやるからさ。よし、いい返事ね。じゃあ、私のクラスに届けてね。これでようやく終わったからな。おう、素晴らしきかな、試験休み。でも、赤点取ると補習だよ。はいはい、みんな、お疲れ様。席に着こうね。ホームルームを始めるよ。はい。お、君たちもお疲れ様。まずは試験お疲れ様。みんな頑張ったね。これからは休みに入るけど、あんまりハメは外さないようにね。遅くまで出歩きすぎない。お父さんお母さんを泣かせるようなことはしない。人様に迷惑をかけない。あとはそうだな、頑張ってる、楽しんでね。以上。それじゃあみんな、休み明けに会おうね。あんたは休んでたようなものじゃないの。諦めようね、日野さん。すべては運命だとでも思う。誰のせい？みんな集まって、ひょっとして今日も部活があるのか。参ったって何が参るんだ。天川先輩に会えるというのに。あんたはいいだろうけどね。むしろ俺を連れて行け。行きたい人間が行くのが一番だろ。でもケンジ君も呼ばれてないし。え、私ひどいこと言っちゃった？
いいのいいの、こいつだって部活があるんだから。部長、早く来てくださいよ。いや、俺は天川先輩のためなら剣を捨てても。おい君、こいつ連れてって。失礼します。さあ早く来てくださいよ。うわあ、お来たな。あんまりよく伸びるから。ふにゅん、ふにゅん。さて、みんなも揃ったことだ。明日からの合宿の説明を始めるぞ。はーい。まずだ、今回の合宿には大きな目標がある。もちろん天文台の再建だ。うん、予算、予算が。黙りなさい。そのためにいろいろ準備してきたでしょ。はーい。本格的に作業に入るから、みんな心しておいてね。私たちだけでやるんですか？そうだよ。今年は新人が3人もいて助かるね。それでも少ないには違いないから、みんな逃げたら許さないよ。誰がそんな怖いこと。僕は弓道部。大丈夫、そっちには私が話をつけておくから。じゃあ作業内容で半分けしようか。まずチーム分けの確認をしよう。私とソラスケ、トモキが天文台チーム、ケイとスバルが望遠鏡チームね。はい。土台は例の天文台をまるまる流用する。あれって遺跡ですよね？もちろん。だからそう言ってるだろうが。ストップ、無理ですよ。なんで？下手すりゃ重要文化財ものですよ。いいじゃない、どうせ誰も使ってないんだし。そういう問題じゃねえ。もうあれを前提に設計図書いちゃったし。ああ、この上は黙っておけばバレないか。誰も使ってないんだし平気じゃない。だからそういう問題か。はい、じゃあこれを見なさい。これが私たちが作る天文台よ。どうだ、作りたくなってきたか？作れるかじゃない、作るんだ。でも休みの間じゃあ無理ですよね。年内には完成させる。さすが強引というか無茶なだけです。この天文台の特徴は、まず模型のここを見なさい。棒がいっぱいついてます。そう、これは天文台の方向転換用。こっちの望遠鏡についてる
変な滑車は何ですか？それは望遠鏡の角度を変えるよう。もちろんそれ専用の人員を配置しておくの。名付けて人民回転奉仕システム。やっこです。なんでよ。なんでも何も。もちろん絶対にやっこです。なんだよ怠け者どもめ。多分奉仕させられて喜ぶ人はそんなにいないと思います。そう、天文台のために働けるんだから光栄に思えばいいじゃないか。まさか。今すぐ設計を変えなさい。なんでよ。なんで嫌なの。当たり前だ。しょうがないな。じゃあ天文台労働者システムで。名前変えりゃいいって思ってんのか。おら、わがまま言うな。ったく、わがままばっかりなんだから。それじゃ自転車使って自家発電にすれば文句はないね。それならまあなんとか。じゃあそれ以外の特徴ってどんなのなんですか。そうね、まず、まいいか。え、いいかってまだそのシステムのことしか聞いてません。わかれ。はい、合宿の説明するよ。待ってくださいよ。よし、今日はここまで。よっしゃ、終わった。本当に休みに入れるね。よかったよかった、肩の荷が下りたよ。うん、よし、打ち上げでもするか。たまには部長も良い提案をしますね。失礼な。いいね、いいね、船はなるくない。何がですか。それじゃみんなで出かける。打ち上げって言ったらまずは甘いものだよね。いいえ、まずはお好み焼きです。何それ。お祝いはケーキに決まってるの。日本人ならお好み焼きです。ともちゃん、ここはやっぱりケーキだよね。いいえ、お好み焼きです。ケーキ以外考えらんない。あなたに日本人の心はないですか。何よ。
やる気ですか？はいはい、喧嘩しないの。ちなみに私は、こら、ケーキは譲らないからね。遅くならないようにね。